パテラス、ペスカララウルパテラスペスカラ、別名パテラスイコールペスカラ公爵は、アルゼンチンの弁護士であり、発明家である。水蒸気、ヘリコプターの分野に業績を残すとともに、エンジンや圧縮機の研究も行い、ペスカラ式自由ピストンエンジンを開発した、ブエノスアイレス生まれ、パリで没。ペスカラの3号ヘリコプター、公開試験中、 ペスカラの自由ピストンエンジン、動作使い。20世紀初頭、彼の一家は、ブエノスアイレスからヨーロッパに移住した。ペスカラは、ギュスターブ・エッフェルの下で、パテラス・ペスカラという名のげた破棄来撃機模型を、風洞で試験している。1912年、イタリア海軍は、ペスカラの模型に基づいて、最初の来撃機を試作した。第一次世界大戦勃発時。 ペスカラはパリでアルベルト・サントス・デューモンと会見している。1919年、ペスカラは同時クローターを持つヘリコプターを何機か製作した。1919年から23年の期間、彼は数カ国において40余りの特許を申請している。1924年4月18日、 常日の同軸二重反転ローターを備えたヘリにより736メートルを4分11秒で飛行士世界新記録を達成及びモリアというイタリア人技術者と共にスペイン政府の下で国立自動車製作所を創立。1931年には8気筒の自動車でヨーロッパグランプリ沿岸レースに優勝。その後スペイン内戦を避けてフランスに戻った。 1933年2月28日、ペスカラ自動圧縮機会社オルクセンブルクで創業。第二次世界大戦中はポルトガルで電力関係の仕事をする。シグマ社によって生産された自由ピストンエンジン GS34 は1200馬力の出力を叩き出し、業界の注目を集めた。1965年には、バッシのクリスティアンに後目を譲った。 翌1966年、パリにて死亡。ありがとうございます。